こんにちは、Kさん。今回も曲を送っていただきましてありがとうございました。まあ、なんか今の状況ね、歌ってるのかなというふうな出だしだったんですけども、このねリズムに合わせて深夜、今3時半なんですけども、深夜に聞くとなんかね、今度はね私自身の体験を歌われてるような感じがして、いやなんかね不思議な感覚でしたね。ということで今回は曲の感想をねちょっとだけ送らせてもらいましたけども、お仕事のねお疲れ様でございました。打ち合わせが深夜まで及んだと思いますけども、その中でもこうやって返信メールを送っていただきましてありがとうございます。で、まあいろいろとお考えのこと、お悩みのことあると思います、例の件ではね、で私なりにちょっと調べてみたというよりも、調べ方、私だったらどういう調べ方をするかってことを動画にまとめたのがありますんで、そちらの方ね動画概要欄から参考までにご覧いただければと思います。ちょっと次のアクションがなんか見えてくるかもしれませんので、まあ私の調べ方ちょっと真似してみてください。参考までにお伝えします。それではお疲れ様でした。またお話ししましょう。ありがとうございました。